を選んだ序盤戦注目のカードが来ました。ありがとうございます。嬉しいです。さあ最初に手を出していたのは溝口、上手があります。まあパワーとしてはリコさん抜群ですね。はい、そうですね。溝口さんの方が有利ですけど、リーチも、はい、ただ土屋選手いいですね、暴れてますね。そうですね、相当回転力ありますね、はい、下から上がってくるような形でしょうか。うまく避けながら溝口が膝を狙っている。大沢さん、溝口さん、パンチの距離感とかいいですね。あ、そうですか。かなり圧力は感じているはずです。さあ、まもなく最初の30秒が経過しようとしています。庄司さんはここまでどうご覧になってますか。残り30秒、お互い一発あるんで、危ないですね。リクさんいかがですか。結構効いてきてますね。足が止まり始めましたね。土屋の足が止まった。効いてますかね。はい、あ、今いい時代ありますね。わー、効いた。さあ、仕留めるか。勝っても負けてもノックアウトで終えたいというのが使用を溝口。いやー、さあ、溝口さん余裕が、膝が入ってますね。まだ前に出ていく。あとは倒しきるだけという溝口雄二。ここで1分間が終了しました。大歓声の会場です。溝口雄二ほぼノーダメージでしょうか。赤、赤、溝口。審判を支える男は5対0、判定完勝ということになりました。うわっと、青木さん、ここです。